甲州市中心部周辺の空中写真。市街地の北西に隣接した単独房は、沿山の地名の由来となった塩の山である。1976年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。甲州市は、山梨県北東部に位置する市である。国中地方に含まれる。 2005年11月1日、東山梨郡勝沼町、山戸村、炎山市が合併して、甲州市が誕生した。甲府盆地東部及び東南部の山岳地帯から流れ出した複数の河川によって作られた、勝沼線上地などの複合線上地からなる。地中部は、笛吹川及びその支流の流域であるが、国道411号の柳沢峠より、北は、 多摩川の源流域である。市域は南北に長く、国道411号が南北に貫く。中心市街地は市の西部にあり、市役所代表駅である JR 中央本線沿山駅等の施設が集中している。中央高知式機構と太平洋側機構を合わせ持つ。甲府市と並んで、夏は暑さが厳しく、2013年8月10日には、 摂氏40.5度を記録している。ただし、朝晩には気温が下がるので熱帯夜となる日は少ない。2005年11月1日に、炎山市、東山梨郡勝沼町、山戸村が合併して発足。合併町村名を含まないことを条件に氏名を、公募市、甲州市、武田市、東山梨市、フルーツ市などが候補となった。前年9月に、 旧国名をそのまま名乗る会の市が発足して間もない時期ではあったが、当地域には、公州武道、甲州ワイン、甲州百目垣、甲州倉前市など、旧国名の別称である、甲州を関した産物が多いこともあり、甲州市が採用された。一時、現在の山梨市域を含む東山梨、合併構想があった。新市名公募に関し、合併協議会は、 現市町村名を除外した候補を公募することで合意していたが土壇場になり山梨市長が急遽反対に転じ協議から離脱したその後旧牧岡町旧三富村も離脱し残った三町村にて当初の構想にて公募を実施し甲州市を立ち上げた旧甲州市役所発足当初の甲州市役所は旧円山市役所に置かれていた しかし2006年に交差点の向かい側に所在する円山ショッピングセンターシルクが営業を終了し、空店舗となったことから、この施設を市が購入して改装し、2010年7月20日に移転した。2014年12月1日、佐藤大輔市議は滞在先の笛吹市内のホテルで従業員と口論になり、部屋にあったテーブルを手で壊すという事件を起こした。 2015年2月28日、市議会は緊急の全員協議会を開き対応の検討をし、佐藤は同日議員辞職の意向を議長に伝える。3月6日辞職の許可が出る。これにより市議会は現在欠員一である。東軍地域にあたる市域は戦後に養蚕から転換した果樹栽培や 観光農園を中心とした農業が主要産業となっている。旧勝沼城はワイン醸造が最初に始まった地と言われ、甲州ぶどうに代表されるぶどうと勝沼ワインの産地として知られているが、桃、桜んぼ等も生産されている。旧円山市は桃、すもも、桜んぼ、及び干し柿が主要農産物である。高等学校、中学校、小学校図書館、市民会館、 公民館高速道路一般国道国道411号、柳沢峠剣道道の駅、ありがとうございます。